クリーパーの飼い方。クリーパーは爆発する危険な生き物です。気をつけて飼いましょう。まず家の中で動き回っていると机や壁にぶつかったりします。その衝撃で爆発してしまいます。こんなことがないようにまずクリーパー専用の部屋を作ります。そして壁などにはプチプチやクッションをつけて衝撃を和らげましょう。次に食事。クリーパーは見た目通り野菜などを食べます。だからといって草食動物ではありません。肉も食べることができます。しかしクリーパーは野生では狩りをすることができません。動物がいてもただ爆発するだけです。なのでちょうどいい高さの木の葉っぱを食べて生活しています。そのため草食動物みたいな食生活になったのです。しかし野菜をあげても手がないためにうまく食べることができません。なので口の高さに長ネギを置いてあげましょう。これだったら手を使わずにうまく食べることができます。クリーパーは倒れてしまうともう起き上がることができません。そしたらもうあとは爆発するだけの運命。なので転ばないように足元には何も置かないようにしましょう。これらに気をつけるのはめんどくさいから檻の中で飼おうという方がいますが、これは危険です。身動きが取れなくなったクリーパーはストレスを感じ爆発してしまいます。檻の中で飼うのはやめましょう。散歩は体に輪をつければすることができます。しかし言っても爆弾、警察に危険物所持として捕まってしまいます。なので散歩はやめましょう。でもどうしても散歩したいという方は専門家に見てもらい爆弾を手術で取り外しましょう。そしたらもう爆発することはありません。家でも外でも安心。しかし目が真っ白になり元気がなくなるのであまり手術はお勧めできません。これらに気をつけてクリーパーを楽しく飼いましょう。チャンネル登録よろしく。